皆さんどうも、こんにちは、うつ主のマメイダです。突然ですが皆さんはゆっくり実況をご覧になられるでしょうか？この動画を開いていただいた時点で普段から見ている方なのかなと思います。世の中にはあまたのゆっくり実況のチャンネルが存在しています。そんなあまたゆっくりのチャンネルがある中こんなことを思った方はいませんか？ゆっくり実況って面白そう。自分もゆっくりの動画作ってみたい。でも PC とか全然詳しくないし、今持ってるしょうもない PC じゃできないだろうな。この動画はそう思っている方へ向けたゆっくり実況を始めるまでの手助けを目指す動画となっております。私も2年前はそうでした。知識も PC のスペックもキャプチャーボードなんかも絶対必要なんだと思ってました。ただ結論から申し上げますと、高度な PC の知識、高いスペック、キャプチャーボードすらなくてもゆっくり実況は作ることが可能です。現に私も2年前に動画投稿を始めましたが、その時はキャプチャーボードという存在すら知らずにスマブラの実況を作っていました。もしこの話を聞いて、お、自分にもできるかも。やるかどうかは別としてどうやって作られてるのか知りたい。そんなことを思った方はぜひ最後までご視聴いただければと思います。改めましてこの動画はゆっくり実況を始めるにあたり初歩の初歩をなるべく簡単に解説することを目的とした動画です。また今回紹介するのは私個人の方法であるのであくまで参考程度と考えていただければ幸いです。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで早速始めていきたいと思います。まず最も大切なソフトのインストールになります。ネットでゆっくりムービーメーカーと検索して、こちらのサイトに飛びます。そうしたら下に降りていって、こちらをダウンロード。実際に開いてみるとこんな感じ。何やらよくわからない画面が開かれますがこれには怖がらなくて大丈夫です。ずっと降りていくとゆっくりムービーメーカーが入っています。あ、これ圧縮ファイルだから一回解凍しないと。はい、解凍できたので実際に開いてみたいと思います。ちょっと怖い表示が出てきますがおそらく大丈夫です。別に危ないファイルではないので開きます。そうすると初回のダウンロードが始まるのでそれを開始します。はい、というわけでインストールが完了しました。ここまで来たらゆっくり実況を作り始める準備としてはもはや5割は完了してると言っても過言ではありません。もしここでダウンロードできたけど全然開かない、固まっちゃう、という方がいましたら、それは PC のスペックの問題かもしれません。おそらく動画作成はできないので諦めましょう。これができた方は次のステップへ行きましょう。少しかお話ししていませんがあなたはもうすでにゆっくり実況を作れる状態になっています。正直な話をするとここまで来たらあなた自身であれやこれや触ってみていろいろ覚えた方がいいと思います。私も右も左もわからない状態から始めていろんなことを学んで今に至るので自分でやってみないとわからないこととかあるのでとにかく試行錯誤で触ってみるのをおすすめします。そんなんいいから早教えんかいこのマネという方に向けて私のやり方を参考までにお教えします。まずは初期設定からやっていきましょう。ゆっくりムービーメーカーを開いて左上にあるファイルの項目から、いろいろ出てきますがまずはプロジェクトの新規作成を開きましょう。中を開くとこんな感じの設定画面が出てきます。まずは画面サイズ、世間一般で言われている画質という解釈で大丈夫だと思います。設定としては 4K 画質なんかも可能ですが正直そこまで高い画質にする必要は全くと言っていいほどないです。高くても720あれば十分ですが PC のスペックに余裕がありそうなら1080に設定するのをおすすめします。ちなみに私はどんな動画でもフル HD で作成しております。なのでこの辺はお好みで、というか PC と相談して決めてあげてください。そして次がフレームレート。約 60fps とかはこのことを指しています。一人称視点のゲームとは全く関係ないです。この値が大きいほど描画が細かくなるので、動画がいわゆるヌルヌル動きます。これは60を推奨しますが30でも違和感なく見られるので60か30で設定するのがいいと思います。他の数値がダメってわけではないですが私はなんとなく60か30で分けています。これも自分の PC ちゃんと相談して60でいけるのか30にしてあげた方がいいのか決めてあげましょう。最後の音声サンプリングレート。正直言ってこれはよく分かってないです。ただ何もいじらなくて大丈夫だと思います。これができたら次に行きます。同じく左上にあるファイルのタブから、キャラクターの編集を選びます。
キャラのボイス、字幕など様々な要素を設定する画面になるので、ここから新規作成を選びます。いろんな項目がありますが、まずはそのキャラの名前から決めましょう。一応今回は参考までに霊夢として作ります。名前が決まったら、今度は一番重要な声を決めましょう。この女性1はよく霊夢に使われているボイスになります。いろんな声があるので、この辺は実際に聞いてみて決めた方がいいかもですね。話す速度、音程、これらの項目も同じく自分で動かして聞いてみましょう。次は字幕の項目の中にある字幕を表示するにチェックを入れて、下の方に降りていくと、フォント、文字サイズについての内容が出てくるので、お好みで設定してみましょう。残りの設定はお好みで、今回は文字色を赤にして装飾色を黒にしてみます。文字色は今の私で言うと中の色のピンク、装飾色は縁の色で今の私で言うと黒になりますね。これができたら設定完了です。キャラ設定画面を閉じて、早速ボイスを入れてみましょう。やり方はとってもシンプル。レイヤーという名前のレインを選択して、ボイスアイテムを選択、左上のセリフの場所に話したいセリフを入れてみましょう。この時喋らせたいキャラになってるか確認もしておきましょう。それじゃあ今回はお試しとして、ゆっくりしていってねと言わせてみたいと思います。打ち終わったらエンターを押すか、セリフの横にある変のボタンを押しましょう。すると自動で音声データが作成されます。そして横の再生ボタンを押すと、ゆっくりしていってね、うまく喋らせることはできましたか？ボイスの種類、字幕のフォント、サイズ、各種要素を自分の好みに設定してみましょう。再生速度なんかをいじってあげると、ゆっくりしていってねと、こんな感じに声が高くなったりするので、これでいろんなタイプのゆっくりボイスを作ったりしています。字幕の大きさやフォントなどは編集者の個性が出るところなので、自分に合ったスタイルを見つけられるといいかもしれません。その辺はやっていくうちに覚えられると思うので、初めはいろいろフォントを見てみましょう。そしてここまで来れば、ゆっくりの動画を作る準備の8割、いや正直言うと、ゆっくり動画を作りたいというところではもう完成しています。ただここで一つ疑問を持つ方がいると思います。この動画立ち得なくない？と、この時点でゆっくり実況を作ることは可能ですが、やはりゆっくりといえば立ち絵という方もいるかと思います。立ち絵を用いてもっと動画に個性を出したい、そんな方は次のステップへ進んでください。それでは次に立ち絵の付け方についてお話しします。立ち絵の導入に関しては様々な方法がありますが、自分の知ってる中で一番わかりやすかったものをお教えします。今回は例として狐さんの立ち絵をお借りいたします。キツネさんのゆっくりのページに飛べました。私は一通り把握しているので飛ばしていますが、きちんと素材規約を確認しましょう。それでは今回は霊夢をお借りします。ここでダウンロードと1枚絵ダウンロードの2種類がありますが、今回は1枚絵ダウンロードの方で紹介します。違いについてすごくざっくりお話しすると、1枚絵の方が導入がとても簡単です。1枚絵でない方はちょっと大変ですが、口パクや瞬きなどより細かな表情などを設定することが可能です。1枚絵ダウンロードを押してファイルをダウンロードしましょう。するとまたも圧縮ファイルになっているので、回答してあげましょう。回答したらそのファイルを開いてみましょう。中に PNG ファイルがたくさんありますね。これを拡大して見てみると、ゆっくり実況見ている方にはおなじみの霊夢の表情がたくさん出てきていますね。このファイル1枚1枚が霊夢の立ち絵そのものとなっています。そうしたら再度ゆっくりムービーメーカーを開いて、先ほどと同じようにファイルからキャラクター編集を選んで、下の方に行くと立ち絵の項目が出てきます。デフォルトでは表示しないになっているので、今回の1枚絵はシンプル立ち絵という部類になるので、こちらを選びます。ファイルのボタンを押して参照するファイルを選択します。さっきの霊夢の立ち絵のフォルダを選択してください。はい、これで導入ができました。これ録画してる私自身も、あれ？これだけでいいんだっけ？となってますが、本当にこれだけで導入できています。めっちゃ簡単ですね。実際に霊夢を登場させてみましょう。さっきのボイスを出した時と同じ要領で、今度は立ち絵アイテムを選択。左にあるファイルの項目から表情を選んであげると、こんな感じに立ち絵が表示されます。このファイルの選び方で立ち絵の表情を変えることができます。表情はかなりバリエーションが豊富なので、自分好みにカスタマイズできるといいと思います。ちょっとおまけとして紹介すると、ボイスにも表情を設定できるので、そのセリフを話している間の表情といった感じで設定することもできます。このようにセリフが終わると決まった表情に戻るなんてのもできますね。ここまで来ればもうゆっくりの動画を作る準備は完了です。最後に実際に動画を作ってみたいと思います。
それでは実際に動画を作っていきたいと思います。いや、なんでスマブラの画面になってんだよと思う方がいるかもしれませんが、冒頭でお話しした通りキャプチャーボードなしでもゆっくり実況を作ることができるというところを紹介します。スマブラではリプレイを保存できるので、それを利用して動画ファイルを PC 内に落とし込みます。何言ってんのかようわからん。ってなっても大丈夫です。今からやる手順通りやればちゃんとできます。リプレイから編集したい動画を選んで動画にするを選択。いろいろ出てきますが、これは全てデフォルトの左側にしておきましょう。名前に関してはあんまり意味がないので適当に進めましょう。こうなったらスタートボタンを押して動画化をしましょう。いろいろ表示が出ていますが、何もいじらずただスタートボタンを押すだけで大丈夫です。説明用にやったしょうもない試合なので、まるっとカットしますね。はい、これで動画ファイルが作られました。そうしたら電源を切って、スイッチに刺さっているマイクロ SD を取り出して、それをそのまま PC に刺します。PC によっては直接刺さらないかもしれないので、その辺はご自分の PC に合わせてうまいこと刺してください。そして PC 画面に戻ると、こんな感じの画面が開けると思います。ぶっちゃけ言うと諸事情あって USB でファイルとかそれっぽく再現しているだけですが、実際には SD カードを直接開けます。用があるのはアルバムのファイルなので、他には触らないようにしましょう。そしてアルバムを開いてみると、複数ファイルが出てきますが、さっき保存したファイルはエクストラのファイルにあります。文字化けみたいなファイル名がありますが、これが目的のファイルになります。この中に年度、月、日のファイルが作られているはずなので、ずっと潜っていくと、やっとさっき保存した動画に巡り合います。一応ちゃんと再生できるかも確認してみましょう。確認ができたら一応名前を付けてあげて、これで準備完了です。それじゃあいよいよ動画を作っていきましょう。さっき持ってきた動画ファイルをレイヤーの中に落とします。やり方は滝へと同じように右クリック、そこから動画ファイルを選択。さっき持ってきた動画ファイルを選択してみましょう。はい、ちゃんと反映されましたね。別にこういうやり方じゃなくても、動画ファイルをそのままドラッグ&ドロップでも載せられます。まあこの辺はお好みで大丈夫です。この方法で作った動画は 720の HD 画質なので、1080で動画を作ろうとしているとちょっと小さくなってしまいます。それなら動画自体を720で作るでもいいですし、私の場合はいつも動画自体を大きくして解決させてます。プレビューなんかも見ながらできるので、再生を繰り返しながら動画を作っていく感じになります。そしたら滝絵を入れて簡単に作ってみたいと思います。ファイルを選択して滝絵を出していきます。場所はこの辺でいいかな。あとはちょびっと大きくして、まんじゅうの滝絵って場所難しいな。ずっと体つきでやってたから違和感すごい。そしたらセリフを入れてちょろっと作ってみます。ざっと作ってみるとこんな感じ。皆さんこんにちは。今回は背景にある通りスマブラをやっていきたいと思います。使っていくキャラはゼルダ、可愛いですね。もはやそれだけの理由で使ってます。といった感じに作れると思います。あとは自分のオリジナリティを前面に出して魅力的な動画を作ってみてください。それでは最後のステップです。これは私が一通り編集し終えたものになってます。こんな感じに表情とかも全部入れ終わって、一応完成形になりました。プレビュー再生してみて違和感がないか、変なところにアイテムが入っていないかを確認してみましょう。それが終わったら左上のファイルから動画出力を選択します。いろいろと設定が出てきますので、自分の好みに合わせて設定してください。よくわからんという方はこのままそっくり真似てもらえれば大丈夫です。設定の確認が終わったら出力をしましょう。出力先のフォルダを選択して、あとは自動で出力が終わるまで待ちましょう。この速さは動画の長さ、アイテムの多さ、PC のスペック、様々な要因で変わります。私の PC ちゃんであれば10分の動画出力は15分もあれば終わりますが、スペックによっては平気で1時間とかかかる場合もあるので、その時は気長に待ちましょう。出来上がったらその動画を確認してみましょう。今回相手音を消していますが、ちゃんと音が入っているか、変にカクついたり止まったりしていないか、セリフが間違ってないかなどを確認しています。ゆっくり実況の作り方に関する解説は以上になります。最後に後語りをさせていただきますので、まだ時間のある方は最後までお付き合いくださいませ。それでは背景にさっき出力した動画の編集の様子を流しながら後語りをさせていただきたいと思います。ゆっくり実況の始め方、作り方について本当にざっくりではありますが解説させていただきました。確かにこの動画の内容だけで作り始めること自体はできますが、口パクはどうやってやるの？
解説で使ってたフォントが見当たらない。今使ってる立ち絵ってどうやって入れたの？などまだまだ解説し足りないこともたくさんあると思います。もし詳しく知りたいことやわからないことなどありましたら、お気軽にこの動画のコメントでも Twitter の DM でもいいのでご連絡ください。私のわかる範囲で頑張ってお答えさせていただきます。あまり偉そうなことを言えるような立場ではないですが、この動画をきっかけにゆっくり実況に興味を持って始めてくれる方が一人でも増えてくれることを願っています。再三申し上げています通り、今回の内容はあくまで私のやり方なので、それだけ理解していただければと思います。間違っていたり誤解を生むようなことを言っていた場合は優しくご指摘いただければと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルではスマブラをはじめいろんなゲームのゆっくり実況を投稿しておりますので、時間のある方はぜひともそちらの方も覗いていただけると嬉しいです。それではまた別の動画でもお会いしましょう。また見てねー。最後までご視聴ありがとうございました。質問箱への質問をお待ちしております。質問じゃなくてもいろんなことどしどしお送りください。こちらはおすすめ動画になりますので、もし時間がありましたらそちらの方も覗いてみてください。また次回の動画も楽しみにしていただける方はチャンネル登録してお待ちください。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。また見てねー。